こんにちは。今回のお客様の設定は、下の長さはそのままで、これに段をつけて軽くしていきたい。で、その時に動きがつきやすいように、今回はセニングで後から動きが出やすいようにもついていきます。で、今回の切り方としては、あらかじめ段の位置を先に決めます。このスタイルの中で、どの位置に表面の長さを持っていきたいのかというのを決めます。今回は割と軽くしたいので、ちょうどスタイルの中の真ん中、この辺りぐらいに段をつけて、全体的に結構下の方が薄くなるように、襟足がシュッと締まったような感じに切っていきます。で、今回もノーブロッキングで切っていきます。頭の形がこういうふうに丸くなってるんですけど、この平坦な部分を使います。この平坦なミドルセクションを使って切っていきます。まず頭の形、ここの平坦な部分に合わせてコームを入れたら、そのまま起こして挟んで、その時に角度、どういう角度で設定するのか、例えば丸みがある感じ、丸みがある方がいいんだったら、これを45度、縦と横の間45度で設定します。で、少し軽めな感じ、あまり丸さというよりかは少し軽め、ちょっと丸いぐらいがいい場合は、縦と横でここに指を1本入れるぐらい、これぐらいですね。ハイグラデーションの角度で切ります。で、今回はハイグラデーションの角度で指を1本分ずらしたところで、ここの長さをちょうど真ん中に来る位置で切ります。この平坦なところに入れたら、指を半本分ずらして、ここの位置でこの真ん中に落ちるところを想定して切ります。で、今この短くなったところが、このスタイルのちょうど中間ぐらいに来てるんですけど、これを目安に切っていきます。ちょっとやっぱり女性らしい丸みを残したいので、こう今縦で切ったものをこういうふうに斜めに切り返していきます。まずはここで縦で切ったものを頭の形に合わせて、今度は下の部分を引き出します。同じように縦で頭の形に合わせて引き出して、下から今度ここの位置までをつなぎます。で、つなぎ目、はい、これでベースができたので、あとは斜めに切っていきます。これも全部頭の丸みに合わせたところで引き出します。で、斜めに入れて、下と上、狙った位置、ここの位置をつなぐ感じで切っていきます。しっかりと頭の形に合わせて引き出したところで切っていきます。ここで頭の形に合わせて、ここから引き出し、同じように全体的にこの中の丸、頭の丸をイメージして、それに合わせてコームを入れます。
これが下がると穴が開くので、しっかりと頭の形に合わせたところで引き出して切ります。若干カットのラインも少し丸くなるように、切り口をちょっとハサミを移動させながら丸く切る感じで切っていきます。そしたら次に横の目安の段を入れていきます。この時も後ろから見た時に、このライン、このラインが前下がりがいいのか、まっすぐがいいのか、前上がりがいいのかを考えます。それはポイントを平均的にまっすぐ、ウエイトの位置を平均的にしたいのか、前下がりにしてこの辺前下がりを強調したいのか、後ろ下がりにしてより後ろの膨らみを強調したいのか。で、今回の場合は後ろがここで、サイドが今この位置なので、少し前下がりのラインなので、これを平行にしていきます。なのでこの位置、この位置を目安に、まず耳の後ろ、このスタイルのこことここの中間部分でまずベースを作ります。縦に、ここも同じように頭の形のこういう風になってるんですけど、ここを使って一度縦に起こして、この時に先ほどと同じようにハイグラデーションの角度にして、ここの長さを先ほど狙った位置ですねに落ちるところできたら、一度ここの長さをこの位置で揃えてるんですけど、でそこまで来たら一度頭の形の下ですねを同じように頭の形に合わせて引き出して、アウトラインとつなぎます。そしたらそれをベースにまた斜めに頭の形に合わせて引きながら切っていきます。はい、で一度全体的にこういうラインで切った後に、今度反対側、これの反対側でチェックカットを入れます。全部同じように頭の丸みに合わせてステムを意識しながら出てくるところを取ります。なんでこの切るところ、この切るところを見るんじゃなくて、頭のこの丸さを意識して挟んで引き起こして、おまけで切るぐらいの感覚、頭の丸みに合わせて引き起こして切るという感じですね。なので目の前に頭、ボールがあって、それを包み込むような感じでぐるっと回って、あとは切りたいスタイルをなぞる感じ。
全体的に丸くなるように、ハサミもちょっとこういうふうに丸くしていきながら切っていきます。そしたら今の位置でウエイトの位置がまっすぐになって、下が軽くなってます。でこれが全体的にこうクロスさせて切ってるので、こことここの間が長くて丸くなってるかと思います。そしたら次に考えるところで、でスタイルを見た時にこの丸みが今残ってます。ここに丸い感じでハイグラデーションで若干丸さを残してるんで丸みが残ってます。でこれを今度は取りたいかどうかですね。例えば男性の人みたいに上の方までちょっと立つように短くしたい場合は、ここの長さに対して中心部分が短くなるようにコンケーブにして、この辺はくり抜いていくのか、で女性らしいラインとなるとやっぱり丸さが必要なので、せめてやっぱハイグラデーションの角度で残しておく必要があるので、そのまんまこの丸さを維持したまんま上をつないでいきます。今回はもうちょっと長さを取っておきたいので、ここから上はアウトラインからのつながりで切った後に動きがつきやすいようにはセニングで作っていきます。なので一度頭の形のこの平坦な部分で切ってるので、今度はこの部分ですね、ここの斜めの部分、ここで切ったものをここで切った後に上という感じで切っていきます。この時も同じように後ろのセンターで一度頭の形に合わせて、ここの下で切ったもの、次ここの斜めの頭の形に合わせて引き出して、そこから下のラインからのつながりとして指をずらして出てくるところを同じように丸く切ります。でそのまま斜めに切っていきます。で一度ここの部分を切ったら、真上の部分同じように真上に引き起こして、下からのつながりで指をずらして同じように、そしたら次に横のこの部分ですね、同じように一度縦で頭の角の部分を切ったら、下からのつながりで切ったら上に引き起こして、また同じようにつながりとして切って、また斜めに、そしたら今度は反対側クロスチェックですね。この時も同じように頭の形に合わせて、ここの両腕の中にボールをイメージして、ステムの角度を意識しながら下からのつながりとして切っていきます。はい、でここまででベースは終了です。馬がこういう感じです。このウエイトの位置は最初に決めたスタイルの中間ぐらいにして、そこからまっすぐで丸みを残しながら上まで下から このメリハリのあるような感じの段がついてます。でこれに今度は動きがつきやすいようにセニングを入れていきます。
で、この時に見るのが、まあ、ウィッグなので量がもともと少ない部分もあるので、今もアウトラインは軽い状態です。なのでほとんど毛先のこの切ったラインとかがバツッとなってる場合は、そこを毛先をぼかす感じで切るぐらいで、もうほとんどすく部分はないですね。で、動きが出したいのは上の方なので、上の方に動きが出るようにすいていきます。そしたらまず最初に切ったところ、後ろのこの位置ですねを引き出して、で、この時にこの切り口ハイグラデーションの角度に対して、このパネルの側面横から切ったら次上という感じでグラデーション状に入れていくのと、下から切っていく、このパネルの縦に見て下から切って、こういう感じで指を逃がしながら切っていくのかとでは取れ方が違います。例えばこういうふうに取ってパネルとして取る場合は、この時はここは切れてない、この時はここは切れてないんですけど、下から取っていく場合は全体的につながりとして切れていきます。なのでパネルに対して空いてるところと空いてないところを、この場合は作りやすいので本当に必要なところだけ、例えると毛量は少ないけど動きを出したい場合はこういう感じで側面から入れた方がいいんですけど、毛量がすごい多い場合はこのやり方でやっていくと時間がすごくかかります。なので毛量が多い場合はそのまま下の方から積み重ねて、狙ったところを見ながら徐々に上に長くなるように入れていった方が容量がいいです。なので今回は下からすいていきますという感じで、縦で取ったら下からこの中間よりも少し根元よりから入れたとしたら、次はもうちょっと上、次はもうちょっと上という感じで左手の指を曲げながら、こういうふうに曲げながら取っていきます。で、上の部分はまた頭の形に合わせて引き出して、中間から下で切ったら、次に毛先に向かってこういう感じで指を同じように逃がしていきます。こういう感じで逃がして徐々に毛先に行きます。で、この時表面にラインが残りやすいので、しっかり頭の形に合わせて引き出したら、中間から下ぐらいからすいた場合はそのままこの落とすのを早まらないで、表面の毛先をしっかりとすいてあげるようにしてあげると、ここのラインがなじみやすい。これがあまり早く切りすぎると表面だけ重さが残った感じになってしまうので、しっかりとこの表面を落とすのを我慢して最後も最後の表面の毛先までセニングが入るようにしてあげると、ここの馴染みが良くなります。はい、ということで今回はスタイルの中間部分にウェイトを持ってきて、ここは馴染むぐらいなんですけど動きが出るように、こ
こういう感じでちょっと乾かして手ぐしで大人っぽいようなショートスタイルを作ることができます。なので今回のポイントを押さえた上で、また今回のやり方もぜひ身につけてやってほしいかなと思います。ということで今回は以上でした。